いた、中山くん。何ですか、こんなとこに呼び出して。雨ですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、呼び出しちゃって。何ですか、何ですか、今日は。前なんかやった、はい、逆ウーバーイーツ。ああ、はい、そうですね。今日も逆ウーバーイーツです。え、第2弾。いや、嘘でしょ。ああ、いや、嬉しい嬉しい、おめでとうございます。はい、あ、逆ウーバーイーツです。こんにちは。やばい、ようこそ。ありがとうございます。じゃあお邪魔します。あ、失礼します。すいません。あ、お腹空いたな、お腹空いたな。おいしい、うまい。あ、よかった。ねえ、よかった。いや、前回、まあ、の動画上がって、まあ、その後何回か配信とかやってるんですけど、みんな本当に行ったんだっていうコメントたくさん来まして、はい、で、それで自分もやっぱ来てほしいって言ってくれる子が結構多くて、それ嬉しいなと思ってたんですよね。そしたらまさかの第1弾で終わると思いきや第2弾こんな風になるなんて、企画になるなんて思ってなかったですよ。まあでも本当見ていただいて嬉しいですね。こうやって第2弾できるようになったのもやっぱみんなが面白いって言ってくれたからなんですかね。多分コメントもね、多かったですね。いや、本当そうですね、コメントで。なんかいろんな企画、いや今回の企画に限らず、なんかいろいろやってほしいみたいなのも来てたんで。あ、本当に。はい、なんかそれも面白そうだなと思います。あそこです。お、あ、目の前ですね、あそこ。この建物。おー、いいですね。行きましょう行きましょう。飯どころです。逆ウーバーイーツです。ウーバーイーツなんですけど。何だった？逆ウーバーイーツです。ご飯食べに来ました。届けには来てないんですけど。全然開けてくれない。あ、でも締め出し、開けてくれた。すごい、やっぱり逆ウーバーイーツじゃ入れない可能性が高いです。皆さん真似しないように。キャーっつってたね。すごいです。なんかすごい。何人いるんですか。それなんか湧いてましたけど、すごい。一人の声量じゃないですよね。確かに。そうやってました。あー、こんにちは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 、二人いる。あれ、妹です。妹です。こんにちは。こんにちは。わー、はい、ありがとうございます。どうぞいいですか、はい、入れてもらって。わー、お邪魔します。二人出てきたよ。なんか声が一人じゃないなと思った。では行きます。行ってきます。やばー。お邪魔します。失礼します。わー、まず自己紹介します。そうですね、うん、何言ってる。あ、ヒソです。ヒソさん、はい、はい、よろしくお願いします。しほりです。しほりさん、はい、よろしくお願いします。妹さん。妹です。妹さん、あ、ね、え、今おいくつですか。23と19歳。わー、若い。2人で。私、さつきさんと同じ年なんで、これから21。あ、20になる、はい、なります。じゃあ同い年だ。はい、同い年です。ですね、わー。え、お二人の部屋ですか。はい、2人です。え、入っていいですか。あ、全然いいですか。全然大丈夫です。失礼します。わー、なんかぬいぐるみの壁できてるけど。ぬいぐるみで壁になってる。おー、あ、すごい。あ、なんか中山コーナーが。はい、ちゃんとあります。わー、嬉しい。ありがとうございます。中山コーナーができてますよ。チーカもなん。いや、嬉しい。すごいな。オタク部屋だな。はい、めちゃくちゃ。オタクです。二人で使ってる。ここが姉のゾーンで、なるほど、こっちが私です。急に何もなくなる。お姉ちゃんのゾーンから急になくなるんですよね。急に質素、ミニマリストみたいな感じ。ね、だいぶ。だいぶ。ちょっと正反対なんだ。すごいな。これ知ってるんだよ。はいはい。これ知ってるんですよ。自分イベント来てくれてるって知ってるんですよ。見た時に。でこれを連れてきて名前つけてくださいって言われた。この子
の名前をつけてくださいって。あの名付け親なんですよ、さつきさん。はい、これしょってってこいつに名前をつけてくださいって言ったんですよ。そんな無茶ぶりなんだ。名前つって名前つけんのこれに。なんてつけたの。まさっきです。合ってますよね。合ってます、合ってます、合ってます。再会しました、久々に。1年ぶりですよね。1年ぶり、1年ぶりの再会です。あー、すごい。どうですか。どんな気持ちいいですか、ね、いや、なんか私この後どうやって座ったのか。中山くん家の部屋はどんな雰囲気。自分ですか。自分真っ黒ですね、部屋。壁も天井も地面も真っ黒。まだ出したことないんですよ、ファンの人に。いや、見たことない。お、全然立たないけど。全然立たない。私は立たないんですよ。あれ、そうなんですか。はい、あれ、今回誰が作る。はい、キッチンに立たないのに作ってくれる。立ちます。あ、やる気が出た時だけ。なるほど。妹さんは。は、割と作る。妹の方がこっちの方が作る。あれ、でも今日作る。はい、私がやります。なるほど。どうする。少々不安もありながら一応何作るか聞いていいですか。今日はあの絵本の再現のを作ります。絵本の再現。はい、絵本の再現ってどういうこと。絵本に出てくるご飯の再現をします。へー、あ、はい、え、なんか、なるほど、わかります、わかります。なんか絵本とかってこう、なんだろう、出てくるじゃないですか、パンケーキとかそういう料理みたいな、それを多分再現してくれる。はい、配信の時に言ってたよね。そうです、コメントしてくれてました。あれです、あの系統です。お、はい、なんだろう、なんて言うんだろう。トロトロ系の卵のオムライス、めちゃくちゃなんかなんて言ったらいいんだろう、これわかんないな。なんだろうこれ。あの、お山型。そうそうそう、めちゃくちゃお椀型の島っぽい感じ。そう、山盛り。特徴的。特徴的ですね、かなり。ちゃんとあの、ここも作ったんで。お、旗も。はい、旗も作りました。旗も持ってるらしいです。旗、あ、お子様ライスみたいな。そうです、お子様ライスみたいな旗が持ってます。これ調べれば出てくるんですか。多分出てきます。で、なんか試し読みとかももしあるかもしれないんで、そしたら見れるかも。うん、知れない。なんて検索すれば。多分もうブーちゃんとお兄ちゃんで、多分オムライスのシーンの多分写真が出てくると思うんですけど、私は出てきました、調べたら。うん、じゃあ皆さんそれ見てね。ね、調べてもらって比較しましょう。かな。うわー、はい、ちょっと頑張ります。楽しみにしております。今日の晩飯は。今日の晩飯は決定です。これで多少不安はありつつも決定しました。早速よろしくお願いします。はい、頑張ります。いや、でもね、食べれるだけでね。そうですよ。何言ってるんですか、この企画。そもそもおかしいんですよ、ズーズーしい。ファンの人は会うだけで嬉しいって言ってくれる子もいるのに、ご飯作ってはですよ。やばいですよね。ゼロ円飯。ゼロ円飯、そう、まさしくそう。本当に妹さんがヘルプで。そう、ちょっと手伝って、あのご飯をちょっと開けていただいて。はい、今ウインナー切ってますね。切ってますよ。はい、切ってます。うちは、あの、うちっていうか私が、あの、オムライスはウインナーがお肉いい派なので。やばい、一緒。あ、本当ですか。うん、自分もよかった。オムライス、肉はウインナー派です。あ、よかった。え、ウインナー以外何があるの。あの、多分鶏肉とか。あ、そっか、チキンライス。私はどっちかっていうとソーセージの方が好きなんで、ソーセージを採用しました。おー、嬉しい。どうしようかな。あ、ミートボールをチンしてほしい。はい、ミートボール。絵本そのまま行くとだいぶミートボール乗ってるんですけど。そうですね、いっぱい食べます、ミートボール。でも、そっくりの方がいいよね。そのが、そうですね。じゃあいっぱい。お、一応、あの、いっぱい買ったんで。わ、ありがとうございます。絵本を再現するってすごくない。すごくないですか。普通になんか軽くさらっと言ってましたけど。すごくないですか、普通に。自分そんなね、絵本再現して作るっていう発想が面白いなって思いました。ねえ、なんで
料理を再現して作ろうと思ったんですか？コロナの時に暇すぎて、はい、何もすることなくって、でその時にNHK でその絵本とか漫画とかのこうスイーツとかを再現する番組があって、それをちょっと思い出して、ああいっちゃってみるかみたいな、きっかけが無計画でやったんですけど、じゃあやってる人いるんですかね結構。あ、多分その番組は毎回レシピとかも出してくれてるので、多分それ見てやってる方も多分いるんじゃないですかね。勝手に散策しますあ、いい鍋がいる。これ最近出たばっかってことは最近ディズニーに行きましたね、もしかして。バレた最近なんですよ、これ発売されてまだ1週間。初日行ったの、はい、やばー。頑張って向こうに6時半に到着するように。うわ、起きてガチだって開園9時ですよ、6時半到着ですか。でも行列できると。そうです、やっぱり6時半にはいつもの、はい、オープンと同じくらいもうできてて、うわ、ラインが橋ですか。え、これが新作ってこと？そうです、新しく出たディズニーのキャラクターで。わかるんだ。わかりますだからそれがあるんでちょっとびっくりしちゃいました。自分もまだ現物は見てなかったんで。あるよ、あっちの方がレベル高いかも。やばいっすよやばい逆ウーバー企画が決まった時とかってどう思いました？みたいな、本当に食べるのみたいな、大丈夫かなみたいな、なんか胃に入れてしまって大丈夫かなみたいな、私が作ったものは推しが摂取してしまって大丈夫だろうかみたいな。本当にやると思わなかったですか？いや、なんかサムネの時にあれって思ったんです。いや、でもそんなわけないよなと思ってそんなわけありましたね。第1弾はい、本当に来るんですよこれが。いや、すごいですよね。本当なんかさつきさんじゃないと多分できない企画ですよね、絶対。多分他の人じゃありえないですよね、ファンのお家にご飯食べに行くってちなみに何きっかけで中山を知ってくれたんですか？私中学生日記でだったんですよ。なんかひっくり返ったんですよ。なんかやばい、美の塊があると思って3人で見てたんですよ。そうなんですよ、そう3人で、ああ、お母さんと、はい、みたいな私だけ一人だけ、そのびっくりポイントが違って、そのドラマ見てる。あ、なるほど、はい。お二人はその展開の話をしてるのに、なんかすごい人だったってね、今日も仮面ライダーの時のT シャツ着てるんですよ、ズボー人雷。どっち、さつきさんのブランドとどっち着るか悩んだんですけど笑こんなカメラ慣れしてる人いますね。普通はもうこうね、撮らないでとかね、ね、欲しがってましたよ、完全に。また今日も夜飯がもうチームプレーがすごいですね。ね、本当ですよね。いや、助かりますね。あー、大丈夫だ。ん？ちっちゃい？あ、そっか、ミートボールのラン、ママ大丈夫、大丈夫、なんとかなる、なんとかなる精神なんとかなるんですよ、本当に。どれぐらい食べられます？あ、僕たちも食べていいんですか？聞いてこのボリューム。誰か。ラブラトラジー。え？はい、一応その手でご飯いっぱい作りました。え？僕も食べていいんですか？僕らですか？すごいな。めちゃめちゃいいファンじゃないですか。本当ですよ。感謝してください本当に。これで3人の夜ご飯が確保されました。はい。おわあ。卵を今から。こっからがね。ケチャライスから。さん自分の分さから。あ、はい。やるなら。はい。フレーダーの3つ分やっちゃいますので。オムライスは卵がね。卵が重要ですよね。どうなるのか。これでいいんじゃない？
いよいよ卵の工程に心配入るみたいです。だって見た目にね、めちゃめちゃ影響するもん。そうですよね。大事だから。じゃあ私セッティング入ろっか。あ、そうそうだよ。よろしくよろしく。マネージャーさんが、バム。で、シワリーさんが会社ましいよ。はい、旗の話して。聞いた今。来ました。来ました。今なんて言ってました。小さくマネージャーが自分グリーンピースはちょっと。なんか映ってないところで。そうですね。なんかそういう静かにマイクが拾ってますよどこか。アレルギーなのかな。アレルギーなんですかこれは。これは単純に好き嫌いです。あれエンドロールなんて書いてたんですか。マネージャーのところ。フルーツ系は食べられません。嘘じゃん。グリーンピースも。グリーンピースもダメ。今回から追加ですよ。今日のエンドロールちゃんとみんな最後まで見て。またそれやるとダメだ。いやそのちゃんとねエンドロール。ねみんな最後まで今日これエンドロールまで見てちゃんと。エンドロール決め。来ました。うわあ。なんとか無事。おおちょっと理想のすごいすごいこれふわふわがちゃんと見てくださいこれよかったおおえかなり再現度高くないですかで多分いい感じだったかないやいやいやすごいちょっと想像以上に絵本まんまあよかったうわすごいちょっと持ってみていいですか見てくださいこれあすごいいい感じすごいじゃんやばくないですかめちゃくちゃしかも卵めちゃくちゃとろとろよかったどうですかあのご自身的には出来栄え多分大丈夫だそうです見た目は多分見た目の再現率はいい感じかなりうわ超いいねえかなり高いいただきますいただきます大丈夫かな美味しい、美味しいといいな。ちょっと食べてみて。うん、あ、どうぞ。いいですか。どうぞ。いや、どうぞどうぞどうぞ。ぜひぜひ。今日一緊張してない？なんだか。いや、今めっちゃ緊張しますね。今になって。ちゃんと乗らない。ちゃんと乗らない。綺麗にね、綺麗に食べたいから。なんか急に口数が大丈夫かなみたいな緊張してる今日一の緊張が味の感想いや本当に本当にいただきますんえ美味しいあ、よかったえ、卵めっちゃ柔らかいよかった、うん、美味しい美味しいですおめでとう美味しい全然手料理作んない人のオムライスですいやでも作らないって言ってこれできるのすごくないですかっていうぐらい美味しいよかった見た目もねうん本当ですよ再現度高いめちゃくちゃ卵もプルプルなんですよこれ分かんないダメかダメか見えないか美味しいえ皆さんも食べます確認いただきます、はい、めちゃくちゃ美味しいですよいや、多分大丈夫なはずどうようん、うん、美味しい、あ、よかったいい感じうん、多分いい感じです食べたのにまだ多分そこは確信を持って美味しいと自分で自分を、よかったよかっためちゃくちゃ美味しいですよ、うん、美味しいよかったよかった胃に入りましたね入ったよ、ついになんか実感が湧いてない感じするんですよ本当に全く湧いてないんですよ、うん、1ミリも湧いてなくて、うん、やっぱ夢かもしれない明日寝て起きたら、うん、もうっていう都合のいい夢があったんだなみたいな食べましたねはいみんな完食ですよかったそう綺麗に食べていただいてはいごちそうさまでしたごちそうさまでしたありがとうございますはいこちらこそありがとうございま す今後ないですよねお死に手料理作るって本当にね本当にないですよねっていうかあると思いませんでしたもんそういう世界線があるんだみたいないやもうここにいるだ
だけで今びっくりしてる。そこ座ってるもんね。よく座ったし。本当に。普通に喋ってはいるけど。けど、うちにいるんだよね。ここにね。いるんですよ、実は。やっぱ高度なホログラムとかじゃないかな、大丈夫かな。偽物本物さんです。触ってもらって。知らない人も食ってるね、目の前で。知らない人も来てる。ついでに知らない人も来てる。いきますか。あれ、なんか食後のデザートがあるということで。なんか言ってましたね。そうなんですよ。プリン、はい、プリン、手作りプリンです。やりましょうか。おお。いやー、ちゃんと型が。じゃあ洗います。あ、じゃ あ, あお願いします。いいですか。お願いします。じゃあ、すいません、ありがとうございます。妹頼んだ。そういう係です。すごい仲良く分担して。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかあっちでプリンするんですか。プッチン、あ、プッチンはプッチンでやってくるんだよね。ちょっとじゃあ見に行きますかね。せっかくなんで出すところを見届けましょう。その形がね、ね、なんかそううまくそのまま形で出てきたら成功らしいです。これ一番自信あるの選んでみる。あー、これが、あ、でもこれ、あ、ちょっとちっちゃいけど、これこれぐらいが理想。どうします。じゃあ失敗したら俺らなんて言えばいいですか。あーって言ってください。あーで、うん、いや、あ、本当に心配。成功したら、成功したらもうなんか言ってほしい言葉なんか、ナイスとか、うまそうとか。あ、そうですね。あげ、よさげ、よさげ。なんだろう、すごい。よさげっつって、ね、ギャルか。ちょっと緊張してる。めちゃくちゃ緊張してる。顔が落ちてた、落ちてこないかな。あ、落ちた、落ちた。あ、できた。ちょっとちっちゃいけど。どっちだ。反応できねえ。反応できねえ、これ。これは、これどっち、どっち、多分、どっち、多分、飾ったら多分よ、よさ、よさ、よ、よ、じゃあ、よさげーで。完成です。ちっちゃかった。絵本のプリンを再現されました。すごい、めちゃくちゃこういう手作りですよ。すごくないですか。このクッキーで顔作れるのってすごくない。いや、すごいですよね。これクッキーも手書きらしいです。すごいですよね。すごい。わぁ、書いたはいいんですけど、あまりにも直ペンがちょっと難しくて。 ありがとうございます。すごいですか。ハッピーバースデーって書いてます。嬉しい。ありがとうございます。大丈夫なの、ちょっと見た目が、わ、ちょっと化け物になっちゃったけど、広ちゃん。うん、うん、うん、うん。よかった、よかった。美味しい。どんな、甘め、甘め、甘めです。サクサクサク。え、自分手作りプリン初めて食べます。お、いただきます。大丈夫だといいな。試作の時は大丈夫だったんですけど。いただきます。おいしい。あ、よかった。おいしい。よかった。すごい、作れるんだ、プリンって。作りました。おいしい。デザートまでいただいちゃって。よかった。本当ですね。ご飯食べに来ただけですよ、今日は。本当にやばいですね、あの帝国の料理係だけめっちゃいません、そうすると。いやいやいや、まあまあまあ、そうなりますね、今んとこね。プリンだけもバツボツですか、今。確かに。中山ファンの、うん、帝国内での、うん、キッチンだいぶでかいですよ、今のところ。この企画は、なんかみんなすごい喜んでくれてね、あの二人もなんか喜んでくれてるけど、もう大喜びですよ。いや、よく考えよう、よく考えたら、あの大の大人が3人他人の家に行ってご飯食べて帰るんですよ。冷静に考えてやばいでしょ。さすがにこう ね、まあ、まあありがたいですよ。なんかウィンウィンの企画ってこっちから言っちゃうと、やっぱファンの人たちもね、ウィンウィンですねって言ってくれちゃうから。ウィンウィンの、でもウィンウィンじゃないですか、実際。ほら、良くない、良くない。絶対そうですよ。良くない。いや、こっちからしたらもうただで推しが家に来てるぐらいのよほど気持ちなんで。いや、でもやっぱこれはもう中山の気持ちとしてね、何かしらやっぱお返しはしたいなと思ってますよ、そんな食ってよ、じゃねって。やばいですよね、食い逃げですよ、完全に。本当に。
なんかしたいことってあります？あのちょっとカードゲーム買ったんですよ。カードゲーム、カードゲームでちょっと一緒にやってもらいたくて。はい。え、なんですか？どんな？メイメイ？はい。なんですかこれ？え、ちょっと待って、未知の。なんだこれ、初めて見たんだけど。何これ。えぇ、ー、これ勝ったわ。